どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、宮井工業さんから一通お手紙が届きました。はい、これについてね、お話したいと思います。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日はですね、宮井工業さんの和装涼花カスタメイドシューズに新しいデザインが加わりますので、そのお知らせでございます。宮井工業さんからのお知らせを読まさせていただきます。和装涼花に新しいデザインが加わりました。 MD23 チロリアンシューズのデザインを MD イラストに落とし込みました。画像の製品はサンプルです。はい、こちらはまあざっくりと仕様をお伝えいたしますと、まずデザインの番号がですね、 MD の23、こちら幅がシングル E、 長さが 26.5cm となっておりまして、革が方眠社のクロムエクセル、こちら黒の丘染めとなっております。色革ライニングはベージュ、底につきましてはビブラムの 528K、 以前ご紹介させていただきました、タンクソールですね。そして出し縫いの糸は黒となっておりまして、ウェルトはスリットウェルトを使っております。で、こちらもお色は黒となっております。スリットウェルトということなんで、リブの仕様はダブル巻きとなっております。で、そしてですね、紐は黒となっております。はい、紐につきましては後ほどご説明させていただきます。はい、ということでですね、今回新しいデザインというのはチロリアンシューズでございます。はい、まあ、厳密に言うとチロリアンシューズっていうのは手縫いのモカと、そしてサイドのこのステッチですね、いわゆる、ノルウィージャン製法となっているものがほとんどです。この靴はですね、グッドイヤー製法になっておりますので、まあ、厳密に言うと、チロリアンシューズ風のデザインというふうに言っていいと思います。もともとこのデザインというのはイタリアとかね、オーストリアのあっちのこうチロル地方、あそこで使われていた靴が元となっていると言われています。はい、その原型のデザインをベースに雨に強いとか山歩きにも適しているということもあって、イタリアであったりとか、あとはイギリスの地方でですね、より洗練されて発達したと言われております。このチロリアンシューズのこのデザインについてはカジュアルに履かれています。はい、ジャケパンであったりとか、あとはラフな格好の時にこの靴を履いておりますので、まあ、スーツでね、履く方は見かけませんが、やっぱりこうカジュアルに履くには非常にいいかなと思います。で、こちらにですね、オーダーにつきましてはいくつか注意点がございます。はい、それもちょっと読ませていただきます。デザインのカテゴリーは B となります。で、モカ部分は手縫いのため、口角によっては若干のよれが発生することがあります。デザインの都合上、オプションの履き口周りのスポンジは選択できません。靴ひもはデザインに合わせて専用のものを用意しています。色は黒、濃茶、茶の3色となります。で、革には、コード版、イナメルは選べませんということです。はい、まずはモカ部分の手縫いということで、手縫いについては正直やっぱりヨレが発生する可能性が僕はかなり高いと思います。はい、というのも、一般のですね、モカであればこう機械でですね、縫ったりとかできるんですけども、今回のこのチロリアンシューズ、このモカはですね、かなりぶっとい感じになってきて、すべて手縫いです。はい、で、この手縫いというのが、やっぱり意外にこうくせ者でして、例えば、既製靴であればですね、結構これ綺麗にできるんですよ。はい、ただ今回のように一足一足のオーダーになると、多少のやっぱりヨレが出てくる可能性が高いです。はい、というのも、これ作り方のアプローチによるんですけども、既製靴一般的に作ろうとした時に、この革のロットとかどういう動きをするかとか、そういったものってやっぱ作ってみないと分かんないんですよね。なのでだいたい6足とか7足とか作ってから、この革のロットはこういう揺れ方をするというのが判明するので、じゃあこういうふうに作りましょうというところで、そこからですね、何百足とか何千足って作っていくんですよ。で、そうすると揺れっていうのがですね、なかなかこう起きにくくなります。はい、ただ宮井工具さんのように、まあ、そもそもが工場ですと。で、そこで一足一足作っていこうとなった時にはですね、正直もう、テスト本番みたいな感じが毎回毎回続くんですよね。で、そうなってくると、特にこういった手縫いとかは、ブレみたいなものがやっぱ発生しやすいので、どうしても、ヨレというのが、革によっては出ます。はい、なので、まあ、元々がね、かなり荒々しいデザインなので、許容範囲ではあるんですけども、もしですね、皆さんが
オーダー靴だからこう綺麗に仕上がるのが当然だと思っている方は、ちょっとこのチロリアンシューズはご注意いただければなというところですね。で、オプションについてですね、履き口周りのスポンジというのは選べませんということで、もうこれはもうデザイン上仕方ないので、ここはご容赦いただければなと思います。はい。そして、靴紐は、デザインに合わせて専用のものを用意していますということで、こちらですね、通常の靴紐とは違って編んでいる、組紐みたいなものになります。はい、こちらの方がちょっと頑丈になりますね。色は3色のみとなります。はい、黒、濃茶、茶色と、この3色になりますので、ネイビーの靴紐とかベージュとかそういったものはお選びいただきましたので、ご容赦ください。この組紐的なものはですね、他のブーツとか他の MD デザインにも使えたら嬉しいなと個人的には思っております。はい、というのもお客様からも声いただくんですけども、やっぱり紐についてはちょっとがっしりした紐がいいという声がやっぱり結構届いてきます。はい、なので、今後こういったですね、ちょっと組紐がっしりしたものを、最初からつけられたらいいなと個人的には思っております。宮城工業さん、よろしくお願いします。そして、その他ですね、宮城工業さんから、コメントが、届いております。 MD23 については、甲が立ち上がりやすい構造のため、高高のお客様にはおすすめのデザインです。履き口が大きく開いてもデザインが損なわれづらいのも特徴です。反対に甲が比較的薄いお客様やタイトフィッティングをお望みのお客様には、オプションのベロにスポンジを入れるをご選択いただくと、甲の押さえが強くなりますのでフィット感が向上しますということです。はい、まずデザインの部分で、甲が立ち上がりやすい構造ということで、 MD デザインっていうのは結構ね、甲がこう抑えられている木型なんですけども、このチロリアンシューズ、どうしてもですね、デザインの部分で言うと、甲がですね、ちょっと余裕が持てるデザインとなっております。ですので、甲が立ち上がるということであれば、甲の筋肉ボリュームが大きい方とか、あとは甲の骨の部分ですね、そこが結構、上に来ている方であれば、こういったデザインはおすすめですという感じです。で、さらにですね、甲が薄かったりとか、タイトフィッティングをお望みのお客様にとってはですね、このデザインというのは、隙間が空いてしまう可能性が出てきます。本当にもう若干の隙間ではあるんですけども、それをよりフィット感を高めようとした場合には、こちら書いてある通り、ベロにスポンジを入れたりとか、あとは個人的にはですね、ベロにスポンジもいいんですが、あとはこう半敷きの設定をですね、前敷きに変えたりとか、あとは前敷きに変えた上にさらにこう低反発のスポンジを前面に入れるというオプションを加えていただくとですね、よりフィット感は高まると思います。いずれにしましても新しいデザインという形になります。やっぱりこの辺のですね、デザインっていうのは、僕が知っているところだと、例えば、自分の知り合いが、いますけども、巣鴨にある五郎さんとかであれば、タウンユースでこういったチロリアン系のデザインも出しています。その他にもですね、どっちかしたらこう、登山系の、靴のですね、オーダーを受け付けているところにおいてはこのチロリアンシューズのデザインというのはあります。ただですね、この、ドレッシューズを普段作っている会社から、このチロリアン系のデザインというのがなかなか、少ないと思います。もしね、すでに宮城工業さんのカスタムシューズをお持ちの方であったりとか、もしくはこれからですね、作ろうと思っていた方はですね、ぜひとも今回の宮城工業の MD23、お試しいただければなと思います。はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、で今ですね、ちょっとこの今画面を見ていて、この上あたりにちょっと気になった靴があったんで、今引っ張ってきたんですけども、はい、こちら自分がですね、鏡式の靴教室に通っている時に、作った、靴でございます。はい、こちら子供用の靴で、サイズがちょうどあったので、自分の次男に履かせました。はい、こちらの靴もある意味チロリアンシューズ風のデザインとなっております。仕様だけ簡単に説明させていただきますと、底につきましてはクレープソールでございまして、その上にですね EVA が入っております。はい、いわゆる発泡ウレタン系の素材となります。はい、加水分解しにくい素材ですね。で、その上に、こちらミッドソールが入っております。はい、でその上
っとね、薄い層が見えますけども、この皮です。この皮がずっと降りてきて外側にグッと張り出しているのが、この微妙に見えるこのベージュの白いっぽい皮ですね。はい。でその上に、こちらおしぶちが来ております。はい。おしぶちはもうあくまでこのね、あの紐をしっかりと留めておくための、役割となっております。一般的なこうすくい縫いとかのためのウェルトではありません。でこちらもですね、このアッパーのですね、ここの、モカの部分ですね、こちら手縫いとなっております。はい。まあ厳密に言うと他の部分も全部これ手縫いなんですけど、このですね、先ほど言ったヨレというのは、この部分ですね、このやっぱモカ周りですね。はい。ここについてはどうしてもですね、革の兼ね合いでですね、ピタッといかないで、やっぱりちょっとね、こういう感じで、よれてしまうだろうと思われます。まあただやっぱりこうデザインとしてはですね、少しこうドレスシューズとは違って荒々しい、ちょっとね、あのカジュアルっぽいデザインなので、このヨレにつきましても、かなりこう味として、感じることはできるはずです。はい。逆にね、ヨレがなくってぴったりいってしまうと、ちょっとね、工業製品っぽくなってしまうので、僕はずっと使ってたそれよりもしっかりとですね、その人間の職人さんの動きであったりとか、職人さんの仕事が感じられる方が個人的には好きだったりするので、まあその辺のですね、まあ考えは人それぞれですけども、手縫いのモカにつきましてはですね、どうしてもヨレが発生してしまう可能性が高いということをですね、頭の隅っこに入れておいていただければなと思います。まあチロリアンシューズにつきましては持ってる方っていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思います。はい。特に最近では男性メンズデザインよりもレディースのデザインの方が増えてるんじゃないかなという気がします。メンズの方にもですね、ぜひともたくさん履いてもらいたい、デザインとなっておりますので、皆さんぜひとも、オーダーご検討いただければなと思います。まあこの他にもですね、また新しいデザインが今後も出てくると思います。今ある、デザイン以外にもこういったデザインが欲しいというのがありましたら、ぜひともコメント欄の方にお書きいただければなと思います。はい。ということでチャンネル登録、それからグッドボタン、ちょっとよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。